ドジャース戦で衝撃の二塁打、大谷翔平の目の前で、メジャー独走の23号をドジャース11位3、ヤンキース、日時間9日、ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、通算280塁打に、史上最速で到達した。8日、日時間9日に、4度コロチで行われたドジャース戦で、衝撃の二塁打、大谷翔平投手の目の前で、メジャー独走の22号ソロ、23号ソロを放った。3回に22号ソロを、左中間へ、ライナーで運んだ。フェンス際で、ファンがボールを取り損ねて、グラウンドに落下。ドジャース側はチャレンジを求めたが、検証の結果、塁打と認定された。そして9回の第5打席では、右中間へ叩き込んだ。公式サイトのサラ・ラングス記者は、アーロン・ジャッジはこれで、通算280塁打をマークした。通算280塁打を1000試合目で達成した、ライアン・ハワードを抜いて最速だ。ジャッジは901試合目で達成したと速報した。ファンからは、99番は99試合早く、達成した、彼は、あらゆる記録で、今、シーズン、メジャートップだ、ジャッジが危険な打者だと、さらなる証明、300まで、あと20、この男は、ホームランマシーンだとのコメントが寄せられている。フルカウント編集部。